はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースイートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は、最新アップデート、最後のネタとなる、ウルティマ使ってね遊んでいこうと思うんですが、めちゃめちゃ人が多い、人がゴミのようだ。はい、ということでね、ようやくですね、アップデート、ようやくっていうかアップデートでさ、追加されたネタがちょい少なすぎてね、もうネタ切れを起こします。はい、もう明日以降のですね動画、僕は何についてやればいいのかもう全く分かりませんが、とりあえずね、今日までは生きながらえることができるということで、ウルティマちゃんね、拾っていきたいかなと思うんですが、明日から僕は何をやればいいんでしょうか。はい、教えてください、運営様でね。僕さ、BP ショップで買える M4 のさ、フルオータムスキンのさ動画とかも、一応作ろうかなとか、考えてたんですけど、もうさ、もう遅いじゃん今さ。何曜日、月曜日かで、明日の動画がさフルオータムだったらもう2日しかないから、もうダメなんだよね。うん、もう旬のさ、何ネタをやっていかないと、もうみんなさ、こんがりこんがり、そんなネタもう知ってるから、お前ネタ切れクソ悪て、もうやめちまえって言われるんで、だから無理なんだよな。うん、とりあえず16拾っておいて、ドローンも拾っておきまして、一旦ウルチマちゃんを手に入れたいんですが、結構落ちてるイメージあるな、アキンタには。アキンタにはウルティマ、はい、とりあえずポンプはいりません。ウルティマが拾えなかったら、最悪このサイガでいいわ。うん、もうウルティマなんてさ、所詮弱体化されたとか言いつつ結局最強なんで、こっちに入ってきている情報によると、どうやら、ウルティマそんなに弱体化されてないよっていうことなので、結局ね、変わらないわけですよ皆さん。環境は決して変わらないの。もうベリルがさ弱いことなんてないじゃん、もうずっと強いから。で、結局 AKα がさ、何投入されたけど結局変わってないんで、そういうことなんです。そんな簡単には変わらないんです。とりあえずもう乱射しておこう。はい、なんか最近5番問題とかもさ、ちらほら聞くが、そういうところだよね。アンチチート対策、頑張っているらしいんですが、ただね、その完璧じゃないからさ、そのチート対策も。だから5番っていうものが、出てきてはしまってはいる状況なんですが、そこはね、今一生懸命取り組んでるそうなので、皆さんね、そこは許してあげてほしい。うん、5番は名誉っていう言葉あるけど、名誉っていうか、ちょっとガチでやってるプレイヤーからしたら迷惑だよな。さあ、そして僕もウルティマがないからめっちゃ迷惑してます本当に。どういうこと本当。一つのマッチ漁ってウルティマなくてさ、今セントラルさ必死こいて漁ってるけど全然ないんだわ。頼むからウルティマはもうみんな拾っちゃったのか。どこ行ったマジでウルティマ。ありません、ウルティマちゃんない問題。ああ、ウルティマ今回ないんか。じゃあサイガをウルティマに見立ててやるしかないですね。あいつやろう。ああ、しばいていく。ウルティマを持ってないかな君は。でもあんまりさ、ソロでやってる感じ、ウルティマ使ってるプレイヤーいないんですよ。だからウルティマってさ結局使われてないから、そんな強くないんじゃないの。そういうことにしていいかい。結論、そんなに強くはない。だってみんな使ってないから。以上ということで、一旦この辺いらないんで、いやーちょっとウルティマ用にカスタムとアタッチメントは取っときますが、頼むわマジで。ここでさ出てくれないと相当きついぞ。さあ、あっちにもいるな。もうどこもかしこもいるからね、ほんと敵が。あたりは四面楚歌敵だらけなんで、ほんとにさ気をつけた方がいい。ここも空いてるな。怖い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 けれども、お金拾ってないということは大丈夫そうか。怖い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 。
いないか。オルティマちゃんマジでないじゃん。欲しい時に来ないからな。どうしましょうね。ちょい、ウルティマさんがないから作戦変えないといけないんだよ、こっちも。とりあえず左警戒しよう。まずは左警戒。さっき左の山でね、撃ってるやついたんで、この辺いそう。さあ残り30秒でアンチが縮んでいくと。いないですかこの辺。絶対いるはずなんだよ。おかしいな、いない。どこ行った。まあ一回アンチ入るか。いやー、ちょっともう漁る部分ないんで、もうこれはね、致し方なしですね。残り生存人数なんと8名。そしてウルティマないし、僕 M4 にさ、サンスコもついてないし、でサイガはサイガだし、積みました。はい、もうこれ積みゲーです。終わりです。こっからどうやって勝てばいいんでしょうか。なんかやっぱ武器構成大事なんだよね。このショットガンと組み合わせるんだったら、まあ M4 サンスコとか、ってかあっち2人いるな。そういう感じで組み合わせていかないといけないんですが、とりあえず AKM が勝ったようです。キルログもしっかりと把握していかないといけないな。ちょ、裏いない？絶対裏いると思うんだけど。そんなことある？いない。え、嘘だ。絶対来るよな。アンチ収縮とともに来ると思うんですよね。あんなところにいるわ。あいつに撃つか。あー、距離減衰。しかし4発当ててる。オッケー、あっぶな。今回そうだな、アタッチ、あ、やっぱりいるわ。ほらね、いたでしょ。うまいしな。でもあいつアンチ外だね。あーい、先にアンチ取ったやつが強いんだよ。ジジイ。とりあえず武士拾いに行こう。もう俺全然武士取れてないんで。頼む、ウルティマチャーンス。あ、サンスコゲッチュー。はい、ウルティマはありません。まあということでね、まあウルティマは次回にお預けだな。このサイガになんか変なことしまして、でサイガ強化して、これでいい。ウルティマなんかじゃなくてさ、サイガでよかったんや、初めから。みんなサイガ使わないか。ウルティマなんてさ、7発しか撃てないさ、雑魚武器だぞ。サイガでいいんです。で M4 にさ、このサンスコアタッチメント解放しました。めっちゃさ、これかっこよくない？やる気上がりますねこれ。さあ、あんなところにもいる。頭も当てて、とりあえず一旦牽制な。いや、まあ本当はカーがあればよかったんですが、まあ、ウルティマ使う、ウルティマ使う言ってる手前ね、最低でもまあショットガンは使わないといけないと思っちゃったんで、まあ、サイガだな。許してくれみんな。またウルティマは拾った時に使うよ。拾えなかったんだもん本当に。で残り生存人数はなんと4名。結構いいところまで進んできます。さあ、まああっちの敵があっち移動したんで、まあ、僕はこっちでいいでしょう。あっちこっち言ってな。僕レベルのまあ選手はですね、あっちこっちでしかなんか位置をね共有できないんで、 NE とかさ、よくなんかみんな言うじゃん、そういう高度のあれ無理なんで。 OK、 かっこよ。サンスコ最高。さあ最後に持ち替えて、パン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 。あーあーああ、虚しいな。虚しい音が響き渡っておりました。オッケー。さあ残りは怠慢です。 AKM VS サイガー。マジで決めるわ。ここどこにいる、どこに行った敵は。いや、わからんな。ちょっとここはスモーク作戦かな。ちょっと目の前スモーク焚いて、あっちの方も焚いておいて、さあこれで
サイが使って、あとはパンパン、パパンパン。で、勝ちましょうね。あ？え、痛い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 、危な。あー、もう痛み、見えたよ。あー、もう木を使って、はい、パン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 。こういうことなんだよな。まあ、ウルティバなんていらなかったってことですよ、皆さん。はい、サイが使おうね。サイがで十分。あの、フルオートとか別にいいから。はい。ということで、まあ、結論なんですけど、ウルティマは弱体化されたかどうかは知りませんが、とりあえずサイが強し。はい。今みたいな戦い方すればね、まあ、ショットガン、まあ、DBS か、まあ、サイガ、まあ、ウルティマ、まあ、この3つだったらね、なんとかなると思います。ポンプとダブバレは、今みたいな戦い方はできないかなと思いますが、はい。ということでね、まあ、皆さん、ウルティマ最強、ウルティマ最強言うてますが、ウルティマじゃなくてもいいかな。はい。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。